南里国際空港ゲートと佐藤木ビ運搬鉄道の線路、佐藤木ビ運搬鉄道佐藤木ビ運搬鉄道は、フィジー共和国ビティレブ島の西部を走る鉄道である。文字通り、佐藤木美を風車小屋へ運搬するためのものであり、旅客列車ではない。フィジー製陶会社が運営している。佐藤木ビ運搬鉄道の総延長距離は 732km で、610mm 期間の、 軌道、使用、2000もの姿勢がある。76両の機関車、9800両のサトウキビ運搬列車を有する。フィジー製陶会社で製作されたサトウキビはサトウキビ運搬鉄道により運搬され、フィジー国内、太平洋地域そして世界中に届けられる。バ、ラウトカ、ナンディ、シンガトカウトール。正式名称は、 ララワイカバナガサウセンハズウエルクラーク製造機、機関車佐藤機微運搬鉄道は、植民地佐藤生成会社によって運営されていた。1914年12月に創業開始、当時は週に2回無料で乗客を乗せており、週に1回マンガン光やジャガイモ、玉ねぎ、米、トウモロコシ等の農作物を輸送していた。1950年代初期になると、牛までもが輸送されるようになった。 1973年に鉄道の創業権は植民地砂糖生成会社からジー製糖会社に移った。2009年8月7日、砂糖キビ運搬鉄道の南離の線路区間、およそ4.5キロが区分とおろさらにある砂糖キビ工場の生産が著しく減少したため運休となった。1912年に設計されたハズウェル・クラーク。 0から6から0機関車972型はフィジーと名付けられた。また1914年のハズウェル・クラーク0から4から 0ST 機関車1056型はスタッドフォールド・バーン鉄道にて保護されている。二等客室と関係者4型2両の二等客室と関係者がサトウキビ運搬鉄道用にクライドエンジニアリングによって1914年に オーストラリアのグランビルで設計された。A.B. ファーゲッセン、ジム、フィージーパシフィック・アイランズ・レールウェイズ、パッセンジャーステーションズストップス。RAILWAYSTATIONLISTS.CO.UK2018 年10月6日閲覧。フィジー・シュガー・コーポレーション・アワー・カンパニー、ハット・ミュージアム・オブ・アプライド・アーツ&、サイエンシズ・ォトグラフ・オブ。 エブレーキ版、ナンバー4、ビルトホーララワイ、コバナギャソ、ライトレールウェイインフィージー。ミュージアムオブアプライドアーツサイエンシズ、オーストラリア、2018年10月6日閲覧。レールトランスポートインフィージーハット、フィジアンガバメント、ポーションオブコバナギャソ、ララワイトランラインクローズド、7オーガスト2009、アンドリューネイラー。 コロニアルシュガーリファイニング仕様ナンバーワン級、シュタットホールドバーンレールウェイ、サット8オーガスト2015、ハドスウェルクラークレイから4から 0ST1056、1914、ニフィートゲージ、リピートリーテッドフロムフィージー、クリスアレン、シュタットホールドバーンレールウェイ、グリーン、レッドイエロー、 ザジオグラフの 2,、ロー5382236、a b c d e f g h i j ホッチピーター、ナローゲージインフィージー。レールウェイロコモーティブ、ヒストリカルソサエティブレティン103、2140、J スター43517963、ABCDEFG フォトスオンフェイスブック、ナローゲージンシュージアスツグループ。